株式や債券、そんな金にならないものは忘れてロビイストに投資しろ。アメリカでは大企業がロビイストに費やした1ドル1ドルが補助金や税金控除といった形で760ドルにもなって返ってくるというデータが出ている。通常ではありえないほどの投資利益率だ。地震が多い日本でなぜ原発が盛んなのか、その他アメリカ国民の多くが欲しているよりシビアな銃購入時の身元調査、世界基準で見てもかなり高い薬局の薬、より利益を上げている大企業ほど安い法人税、なぜこんな不合理なのかと思わせる問題の多くが、政治を思うがままに動かしたい企業や団体と己の立場を利用して儲けたい政治家間で行われるロビイングに一部起因する。 Many of these lobbyists worked for decades on K Street and many members of Congress worked for decades in Congress. So many of them are old friends. だがより大きな視点で見るとロビイングも一つの手段に過ぎない。物議を醸しながらも完全な悪にはなりきれないロビイングという行為が民主主義と資本主義の相性を試す。 So we're dealing with a corrupt system. 日本で起きた裏金、キックバック問題も含めた民主主義社会における政治と金の問題について考えていきたい。アメリカでは毎年4000から5000億円ほどがロビイングに費やされている。大金をロビイストに費やすのには理由がある。ロビイングとは、法や国政に影響を及ぼす立場である政治家等を何らかの形で説得し、法の制定や改正、国の政策に影響を与えようとする行為だ。仕組みはこうだ。まず規制の解除、法改正等、何かしら政府にお願いがある企業や団体が存在する。彼らが直接政治家にお金を払うと、それは賄賂になる。なので彼らは代わりにロビイストと呼ばれる人間にその金を払う。彼らはそれぞれの分野で専門性、その分野における法整備に影響を及ぼせるコネを持っている。それを存分に発揮し、政治家に何かしらの形で貢献したり、欲しいものを提供する。政治家は恩義を感じてロビイストの言う通りに企業が欲している法整備や立法に協力する。そしてこの企業はロビイストを雇って歪めた法律の恩恵を受け、政府の補助金やタックスクレジットのような節税策を通して多額の得をする。もちろんこれは少しシニカルな見方で、こういった損得が介入しないケースも存在する。それは後ほど説明するが、この時点で不正の温床になりそうだと想像するのは大して難しくない。There is a reason why these people are putting huge amounts of money into our political system.なのでロビイングには様々な規制が設けられている。例えば企業利益団体と同様に、ロビイストであっても直接議員にお金を渡して見返りを求めることは許されていない。議員に食事をご馳走する場合でも上限が50ドルまでと制限されている。情報開示も法で義務化されている。こうすることで賄賂とロビイングは一応線引きがされていて、賄賂はお金を払った見返りに力を得る行為として違法、ロビイングは国の立法に働きかける行為として合法ということになっているが、実際は極めて曖昧だ。連邦法と比べ州法はまだまだ情報開示が緩かったり、連邦法でもロビイストと議員のミーティングに誰が参加しているのかがわからない現状がある。また個人が政治家の選挙運動へ合法的に寄付できる政治献金をロビイングの一環として利用したり、NPO 等を利用した選挙関連で出どころが不明のお金、ダークマネー等が減らない現状が合法と違法の境界をさらにぼかす。It's generally money that is being spent to, for electioneering. So kind of the first phase, getting people into positions of power. Once they're in power, then those special interests, those money donors who've put up the money for their election have the ability to curry favor, ask for payback.ロビイストは実際にどんな手を使って政治家を動かすのか、税法を例に具体的に説明する。払う税金を減らすために税制に抜け穴を作りたい企業 A があったとしよう。彼らは直接議員を買収することは法に触れるためロビイストを雇う。そのロビイストは合法の範囲内での選挙活動用の政治献金、選挙費用を捻出するための資金調達目的のイベント開催、選挙運動における戦略的なアドバイス等を提供する。そして極めつけは奥をくだらないジョブオファーだ。議員を辞めるときはぜひうちのロビー会社に来てロビイストとして働いてほしいと、年間億を超える破格の待遇で仕事を提供する。You know, when you're done working on the Hill, we'd very much like you to consider coming to work for us. Now, the moment I said that to them, or any of our staff said that to them, that was it.
We own them. And what does that mean? Every request from our office, every request of our clients, everything that we want, they're going to do. ジャック・エイブラモフ。彼は悪名高きロビーストの一人であったが、何も彼だけではない。これが恒常的なシステムなのだ。アメリカで上院下院を退いた後、ロビーストになる政治家は上院で 50%、下院で 42% というデータがある。そしてロビーストに華麗なる転身を遂げた元政治家の給料は平均で 1452% アップしている。ブリーフケースいっぱいの札束を見せて政治家に言うことを聞かせるような、そんなドラマチックで非合法的なやり方ではない。政治家のニーズや悩みを嗅ぎつけ、それを解決することで政治家に自然な形で便宜を図ってもらう。そしてロビーストはクライアントである企業 A が払う税金が減るような税法修正案を政治家に渡す。そして政治家がそれをしれっと法にする。こういったことが当たり前のように起きている。ジェネラルエレクトリックは金融、医療、テクノロジー、エネルギー等他方に手を伸ばす巨大複合企業だ。この企業は元財務省や国税庁出身の人間を多く抱え、キャピタルタックスパートナーズなどのこれまた多くの元議員を抱えるロビーイング企業に何十億と払った。2010年にはロビーイングに合計40億円以上費やしている。有利な減価償却スケジュール等の小さな税法修正から、オフショアの子会社へ資金を流すことによる税金逃れ、環境配慮等の様々な条件を満たすことで支払う税金から減額できるタックスクレジットまで、多くの方面から効果的に節税を進めていき、2010年超を超える利益を上げながらもアメリカの法人所得税を一切払っていない。その見事なまでのロビーイングっぷりは有名だ。だがその中でも何かしらの条件を満たすことで払う税金を減らすことができるタックスシェルターがアメリカにもあるが、特にジェネラルエレクトリックが大きな恩恵を受けている制度を2008年で廃止にしようという話が議会で持ち上がった時、この企業は総力を挙げてロビーイングに注力したそうだ。会社内で税金管理をまとめるジョン・サムエルが、国の税金周りを扱う力を持った常設委員会、会員歳入委員会の議長であるチャールズ・ランジェルをロビーイングの相手に選んだ。多くのロビーストを雇い、他の企業とも連携して手紙を送ったり、議長の前で軽いノリで土下座までしたと記載されている。そしてその後、ランジェル氏はこのタックスシェルターへの反対意見を覆した。もちろんジェネラルエレクトリックだけではない。ある生命保険会社を上限引き上げによって保険会社に適用される特別な税金システムへの応募資格を広げようとしたり、未公開株式等を扱うファンドは運用成果に応じて受け取れる給与をキャピタルゲインとしてカウントし、低い税率が適用されるという都合のいい制度が批判を浴びる中、この制度がなくならないように政治家に働きかけている。このように様々な分野で法律を変えさせまいという努力や小さな修正が法律に追加され続けている。そしてこの細かさ、曖昧さから気づく人間はほぼいない。気づいたとしても理解ができないので放っておく可能性も高い。だがこの一つ一つの小さな修正にはロビーストが関わっている。1987年から2005年までの間で税法に1万5000回の修正が加えられている。その結果、例えば2021年にはアメリカの55の大企業が連邦所得税を払っていない。うまく抜け穴を見つけている。これがトップスペンダーだ。製薬業界、テック業界、軍需産業、多種多様な業界がロビーイングにふけっている。そしてその内容はもちろん税制だけでなく多岐にわたる。アメリカの銃規制、大きな問題だ。原因はフィリバスターのような構造的な問題や、政府を信用しない建国からの保守系アメリカ人のメンタリティも考えられるが、全米ライフル協会のロビーイングも大きな原因の一つだ。語り草である2012年のサンディフックでの事件も含め、大きな銃乱射事件が起きるたびに厳しい身元調査や特定の武器の禁止等が議題に上る。多くの調査結果を見てもやはり厳しい身元調査賛成が多数派だと言えるだろう。だが NRA はその度にそういった規制法案をどうにか否決させるため、多額の金をロビーイングに費やしてきた。直接的間接的に経済支援を議員に施してきた。ユタの上院議員ミット・ロムニーへの出資は総額で10億円を超えている。製薬業界は数ある業界の中でも最も精力的にロビーイングに力を入れており、2022年には約500億円もの金額を費やした。また2023年、製薬業界におけるロビースト1786人のうち 70% が議員と元政府職員である。その中でもビリー・トーンズは製薬会社を代表してロビー活動するファルマという協会の最高責任者として大金を投じて様々な法案に影響を及ぼしてきた。一つ例を挙げるとすれば、2003年に成立したメディケア処方薬改善近代化法の策定への関与。
この法律は障害者や65歳以上の高齢者に政府から提供される健康保険メディケアの受給者に民間保険会社を通じて薬を処方することを義務付け、薬の値段交渉を極端に制限するもので、製薬業界に莫大な利益をもたらした。このシステムが金で社会の変化を買うという行為を可能にしている。物議を醸すのも頷けてしまう。この発言はどれだけ多くの国民がある法案を好もうが、どれだけ多くの国民がその法案を嫌おうが、それが法律になる可能性は一貫して 30% であるというプリンストン大学の研究結果に基づいている。金で法律を動かせるトップの人間と比べ、国民の一票は大した価値を持っていないのかもしれない。日本の直近の裏金問題も本質は似たようなものだと感じる。表向きには20万円を超えた際は記載しなければならないパーキン収入を記載しなかった記載漏れが問題になっている。故意に記載しなかったのか、それとも派閥内議員個々人の売り上げが20万円を超えていなかったが派閥全体で見たら超えていたという純粋な記入漏れだったのか、いろいろな意見が出ているが、本質はそこではないかもしれない。本質は影響力を行使したい企業と儲けたい政治家の癒着。こうした裏金問題が大体的に報道され、謝罪し再発防止に努めるために新たなルールを考えるのは、そのルールで甘い蜜を吸ってきたその当人である。ロッキード事件が語り草になり、その後のリクルート事件では直接的な金銭のやり取りよりも今後伸びそうな未公開株の受け渡しという新たな手段が取られた。ロビイングもパーケンもキックバックも全て企業の政治家の政治行為に影響を及ぼす多様な手段の一つでしかない。その結果、やはり日本でも上層部の癒着、控除や多くの補助金制度による大企業優遇は話題に事欠かない。今回の裏金問題も含めて結局は同じような話なのではないか、私はそう考えてしまう。では一層、そういったロビイングや政治家への働きかけを全て違法にするのはどうか。それもなかなか現実的ではない上に、あまりいい結果をもたらさないかもしれない。なぜロビイングは必要なのか。まず大半のロビイングには大金が絡んでこない。アメリカや日本のように国民の代表者として議員が政治をする場合に、その代表者に対して一般市民が要望を伝えたり善処してほしいと頼み込む行為は憲法で保障されている。日本では請願、陳情と言われるが、これもロビイングのうちの一つだ。大金を払ってロビイングに励む企業も民主主義社会に生きる市民の集まりなので、規制はすべきでないという主張もある。これは民主主義社会を正常に維持していくために必要不可欠な権利であると同時に、新たなイノベーション、ビジネスモデルが生まれた際も、古い法律が発展の邪魔をしないよう、その道のエキスパートが政治家に働きかけ、新たな技術への法整備を進めていく。その上でも必要不可欠だ。例えばドローンのように比較的新しい技術をスタートアップが開発し世に浸透させビジネスを可能にしていく際に、頭の固いドローンが何かもわからない政治家に法整備を任せっきりでは理にかなわないだろう。その点ロビイストは専門性とコネを備えた精鋭だ。ドローンであればその分野に詳しいロビイスト、またはそのスタートアップの人間が政治家と会い法整備に影響を及ぼす。時には法案を外部が書くこともある。特に Does TikTok access the home Wi-Fi network?If you Google the word idiot, a picture of Donald Trump comes up. How would that happen? これでは心もとない。People will say we don't want lobbyists writing bills. You'd rather have us writing them than you would a member of Congress who has zero experience in the issues that you're dealing with.このようにロビイングは民主主義を遂行する上でも、イノベーションを社会に浸透させる上でも重要な役割を担っている。ロビイングの結果、人々に薬が行き渡りやすくなるなど、ソーシャルグッドに起因する例ももちろんある。 CRS アメリカ議会調査局のように、片方の政党に頼らず特定の政策を推すこともせず、政治家が決断する上で必要な情報データを提供するだけの機関も存在する。仮にロビイングを禁止にしたとしても、政治に影響を及ぼすとする裕福な利益団体、そしてその立場を利用して儲けたいと考える政治家は必ず存在し、必ず何かしらの方法を思いつく。You can't take a congressman to lunch for $25 and buy him a hamburger or a steak or something like that, but you can take him to a fundraising lunch and not only buy him that steak, but give him $25,000 extra.And call it a fundraiser and have all the same access and all the same interaction with that congressman. So the people who make the reforms are the people in the system. となると、現状は一切改善しないどころか、一般市民のみが政治家へ働きかける機会を奪われてしまうことにつながりかねない。権力を持った億万長者のみが政治家に口利きできるようになると、
大企業に税制を課す、大きな政府を作ると、彼らを抑制するような政策を提言する政治家が消滅してしまう可能性がある。このように社会に必要不可欠でありながらも、簡単に私的な理由で立法に影響力を持ててしまうこのシステム、境界線は非常に曖昧だ。この状態だと一票の重さはばらつく。多数派の意見が尊重されず、力を持つ少数の人間の意思が尊重される。個人が力を持ちすぎるという点でも民主主義から逸脱しているように感じる。民主主義と資本主義は相入れないものなのか、ロビングのポジティブな側面を維持しながら改善を模索することは可能なのか、意見を聞かせてほしい。 If the corporate lobbying creates negative impression among their voters, they generally are not going to align with those corporations. Problem is that most voters are not paying attention to policy, to the intricacies of governance or tax. This is a democracy. Democracy is a government of, by, and for the people, but the people are not paying attention. And where they are not paying attention, mischief can follow.